佐賀大学美術館は、佐賀県佐賀市本庄町本庄の、佐賀大学本庄キャンパス校内にある美術館。2013年10月1日、佐賀大学と佐賀医科大学の統合10周年、記念事業の一環として、本庄キャンパス北側正門そばに開館した。佐賀大学中期計画及びキャンパスマスタープラン2010の中で位置づけられた、佐賀市民や、 県民に対して開かれた大学をイメージさせる施設として新たな正門と合わせて整備された。佐賀大学は1953年に全国7大学に設置された高校美術教員の養成を目的とした特別教科教員養成課程を九州で唯一持っていた。美術館では卒業生や現役学生、歴代教員などの作品展示が行われている。なお、 国立大学法人で、単館の美術館を有するのは、東京芸術大学についでに例目であり、地方の総合大学としては初めてである。大学職員、学生以外も利用できるカフェが併設されている。愛称は、スワンで、ザ・サガ・ユニバーシティ・アート・ミュージアムの頭文字。サガ大学元教員、卒業生の会が、彫刻、工芸作品を所蔵している。 建物は2階建ての鉄骨造りである。建築面積1471.50平方メートル、延べ床面積1736.79平方メートル。ありがとうございます。